最高の人生の見つけ方。生まれ落ちたからには最高の人生を見つけて息抜きたいものです。人生で最高のものを探す方法は人それぞれです。それでも先人の人生にいくつかのヒントがあります。例えば自分の価値観を知るとかです。まず自分にとって何が大切なのか、何を重視するのかを知ることが重要です。自分の価値観を知ることで、どのような人生を送りたいのか、どのような目標を達成したいのかが見えてきます。また自分が興味を持っていることや情熱を持っていることに時間を費やすことで、人生をより充実したものにすることに役立ちます。好きなことをしているときは、より幸せで満足感を感じることができるものです。そして新しいことに挑戦することです。新しいことに挑戦することは人生に刺激を与え、新しい可能性を発見するのに役立ちます。自分のコンフォートゾーンから抜け出し、新しい経験をすることを恐れないことです。また他の人とつながることは大切です。人間は社会的な生き物であり、他の人とのつながりは私たちの幸福に不可欠です。家族、友人、パートナーとの時間を大切にし、新しい人と出会う機会を作りましょう。そして自分自身に感謝することが、自分も自分の人生も肯定することになります。自分の良いところや達成したことに感謝することは、前向きな気持ちでいるのに役立ちます。毎日感謝できることをいくつか書き出してみてください。最後は人生を楽しむことです。人生は短く、あっという間に過ぎ去ります。忙しくても人生を楽しむ時間を忘れないでください。好きなことをしたり、大切な人と時間を過ごしたり、単にリラックスして人生の美しさを感じたりしましょう。人生で最高のものを探すには時間と労力が必要です。しかし以上のことをヒントにして、従うことでより充実した幸せな人生を送ることができるかと思います。